大正新州大蔵経は、大正13年から昭和9年までの10年間をかけて、日本の大正一斎業館公会が編纂した大蔵経。北総大に、諸区で開発された、関約大造橋である、解放像を、最もよく保存していた、朝鮮平院寺の高麗大蔵業再掘り本を、底本としつつ、日本にあった、各地、 各種の観約物件をすべて調査競合した民間人の手による観約物件の総集とも言えるものである。大正大蔵教、大正蔵とも、プロデューサーは高くす二次郎、渡辺海局、小野玄明の三名、当時の仏教関係の大学研究者が一致協力し、工程作業に当たった。出版、観光は大倉出版が担っており、同社からは、 大正像を底本として新たな学術研究の成果を踏まえた現代日本語訳の大増強である、新国訳大増強も1990年代から観光中である。大正像を底本とした日本語訳の大増強としては、他には、大東出版社から、インド戦術部155巻と和漢戦術部100巻が刊行されている、より分量、翻訳量が多く網羅性が高い。 国訳一切行がある。17字詰二29行3段組、各館平均1000ページになっている。肖像55巻、俗蔵30巻、別館巻15巻の全100巻からなり、館約の仏典の最高峰と呼ばれている。皇帝不備王子との批判はあるものの、世界における仏教界や仏教研究に寄与している。仏教関係の著述の参考文献として、大象像。 対象と略されることが多い。また、仏教関係論文に、しばしば、t x x 唯一 z とあるのは、対象増強の XX 間の YYY ページ Z 団の略である。日本戦術の仏典に関しては、主要なものだけであり、日本仏教を研究する場合には、別の文献を参照する必要がある。対象新修王グラヘは、各図書館のリファレンスブックに指定されているので、 主な図書館は所蔵している。近年では、東京大学の大正新修ーグラヘ、テキストデータベースや台北の中華、電子物展協会といったプロジェクトが、大正像の電子テキスト化を推進している。それらは、一定の制約内ではありながら自由に使用できる。大正新修ーグラヘまでの主要な漢訳、大蔵教系列近代仏教学の成果を踏まえつつ、 大乗経典の五部を筆頭に持ってくる伝統的な中国大蔵経の構成を廃止、阿言業を筆頭に年代順、地域順に並べる合理的な構成となっている。当詞番号は1から2920まで。上述のごとく大象像の定本は、高麗版であるが、高麗版に未収の物典の場合は、他本が定本とされており、そのことは各テキストの客中及び、 大正新集大蔵教官同目録で確認できる。また、定本に対する、総本、元本、妙本などの交換本も記号化して客中に記されている。ただし、大正像、中でも声変に関しては、月一冊という非常に早い間隔で、毎月出版されており、交換の際に原点に当たらずに、先行する大日本皇帝大蔵教の交換をそのまま、 引き継いでいる場合が多い。また、短期間に完成したこともあって、まま語色が見られる点も、利用の際に考慮する必要がある。また、交換の漏れが見られる箇所もある。また、対象像のテキストには、句点、のみによって区切りが施されている。これは、高麗版にしろ、他本にしろ。 木版本である定本にはなかったものであり、対象像の編集によって新たに加えられたものである。句点があることで読みやすく、使いやすいテキストとなった反面、誤植と同様、句点のうち誤り、文意の通じない区切りがなされている場合も見られるので、その点も考慮する必要がある。ありがとうございます。